ミラード邸正門ミラード邸はアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトによって設計され1923年に建てられた邸宅である。カルフォルニア州のパサデナに希少本ディーラージョージ・ミラードの未亡人でアンティークの輸入家具賞をしていたアリス・ミラードの邸宅として建てられた。ライトは1906年にもイリノイ州でミラード夫妻のためにプレイリースタイルの家を手掛けている。 パサデナのこの新居は、ライトが提唱したユーソニアンハウスの初期の作品の一つで、彼が考案したテキスタイルブロックと呼ばれるコンクリート製ブロックを使った工法で建てられている。竣工当初は誰が大金を出してコンクリートの家に住みたがるのかと嘲笑されたが、1970年代頃から評価が劇的に上がった。ライトによるテキスタイルブロック工法の家は、 ミラード邸をはじめとして、ロサンゼルス周辺に4つあるが、現在は、ライトの重要な作品の一つとして、いずれもアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ミラード邸のあるパサデナの高級住宅地、プロスペクトクレセント通りには、当時、人気建築家による家が多数あり、ここに土地を手に入れたアリスは、知り合いのライトに設計を打診した。ライトは、バーンズドール邸と、 帝国ホテルで鉄筋コンクリート工法を試しており、その進化型としてテキスタイルブロックを使いたいと申し出た。また、後の落水層同様、水辺を取り入れた起伏のある設計を提案し、アリスに土地の買い替えを進めた。アンティーク家具の輸入業を始めていたアリスは、彼女の好みである装飾的な暖炉や木の扉、デリフトタイルなどを使うことを条件に全てを、 快諾した。ライトは喜んで設計量を値引きしたが、最終的には予定の倍近くの公費がかかった。1926年には、書斎券、ゲストルームとして、ロイドライトの設計による小さなスタジオが敷地内に建てられた。現在は建築コレクターの CM プロデューサーが所有しているが、2009年から売りに出ている。 当初1500万ドルで市場に出たが、買い手が見つからず、2012年に449万5000ドルに値下がりし、2014年現在は400万ドルを切っている。美しく、貴重な建造物であるにもかかわらず、何年も買い手が現れないのは、他の3つのテキスタイルブロックの家に比べて、ミラード邸は、鉄筋が少なく、悪名高い山盛りのせいで、鉄筋が錆びて、 コンクリートブロックにまで影響が出ているためではないかと見られている。現地を訪れたライトの孫で建築家のエリック・ロイド・ライトも構造的な問題を指摘している。沢のある約400平米の敷地の中に本館と別館、池のある庭がある。本館は3階建てで、寝室と浴室が各4つ、台所が2つ、今、食堂、車庫が各1つずつ。 高低差のある地形をそのまま生かしたフロア構成や、部屋から直接庭に出られる、大きく開放的な窓など、ライトならではの自然と調和したデザインが特徴である。h t t p g o o g l m a p s f u c n k h a r a m ドラマティック、ヒストリックプライススラッシュと、イエットノーバイヤーズアレバイティング、ロスエンジェルスタイムズ。ありがとうございます。